リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、顔隠れちゃった。よいしょ。はい、ということで、今日紹介するのはこちら。デラックスライドウォッチセット1ということで、プレ版限定の商品ですね。内容物としては、クーガアルティメットフォームライドウォッチと、アギトシャイニングフォームライドウォッチ、そして琉球サバイブライドウォッチの3種類です。はい、外箱はこんな感じ。アーマータイムって書いてて、下はまあいつもの感じだね。で、横がこんな感じ。かっこよ。で、こっちはライドウォッチですね。で、裏はこんな感じ。はい。かっこよ。クーガアイド、龍騎ということでね、サンライダーの最強フォームという形です。もう早速ね、これは開けてあるので、早速開いている状態で見ていきましょうということで、1個目、まず、クーガ。こうだね。こうだね。アルティメットフォーム。究極の力、凄まじき戦士、クーガ、アルティメットフォーム。かっこよ。かっこよ。はい、ということで、クーガですね。じゃあ、クーガから変身していきましょうか。あ、ちょっと待ってね。これ多分、もう一回刺さないとだ。これ刺して、これ刺して。凄まじき戦士、クーガアルティメットっていう感じですね。かっこよ。はい。なんか、すごい、こう、次回予告とかのクーガの音声っぽい感じかな。キュイーンみたいな。次回予告よりあれか、オープニング終わった後かな。物語が始まる時の、こう、さーってした感じの、イメージしたような音ですね。もう一回聞こう。なんか雪の降ってる感じがこう想像できるね。かっこいいね。それこそクーガの最初のね、アルティメットのこう、変身したシーンの印象的なところね。雪が降っている変身のところをちょっと思い出すね。じゃあ次、アギトですね。見ていきましょう。一回こっちも外しましょうか。はい。アギト。これ中もかっこいいんだよね、ほら。まあ、いつも通りっちゃいつも通りか。ほい。こんな感じ。シャイニングフォーム。極限進化。太陽の輝きを宿した戦士。アギト、シャイニングフォーム。いやー、まあ、極限進化だけど、まだ進化続けるライダーだからね、もしかしたらアギトのシャイニングの上なんて出てきてもおかしくないんじゃないっていう妄想をしちゃうよね。いやー、シャイニングもシャイニングで色合いもかっこいいよね。これね。良すぎ。いやー、それも変身しますか。変身太陽の輝き、アギトシャイン。かっこいいね。かっこいいよ。もう一回聞こう。まあ、ここはちょっと違うのになっちゃうけどね。タイムブレイクになっちゃうから。って今思い出した。クーガの、タイムブレイクやってないね。まず一回アギトのタイムブレイクやろうか。ここは多分統一だと思うんだよね、音声が。ここはアギトでしょ？この後なんだよね、音が違うのがね。シャイニングタイムブレイクですね。では、クーガ。はい、クーガやり忘れてしまっていた、ライダータイム。ライダー、じゃあ、タイムブレイクね。ここはクーガ。究極タイムブレイクですね。では、次は龍騎行きましょうか。戦いを終わらせる赤き竜の化身。竜騎サバイブということでね。かっこいいね。でもそうきたか。戦いを終わらせる竜の化身になるな。なんか烈火の炎をまといしなんちゃらとかじゃないんだね。では、こちらも変身。ごめん、こっちで言ってたわ。霊火をまといしって。こっちの方で鳴ると思ったんでね。烈火の炎みたいな。したらこっちで言ってたわ。あっちゃー、ネタバレした感じになっちゃうねっていうか、これ初めて聞いたんだけど。初めて聞いたんだけど、まさかだよ。そっちで鳴るんかい。なんかクーガもそうだったし、アギトもそうなんだけど、挿入歌っぽい、こう、音声、挿入歌とか、その劇中をイメージした音声に結構変身音がなってるなって。これも多分、龍騎の挿入歌をイメージした感じの音が鳴ってたなっていうイメージだったな、今。うん。かっこいいわ。いやー、まだね、ご紹介できていないライドウォッチもいろいろあるんですけれども、それはおいおい、こう、時間を見ながらご紹介していけたらなと思います。はい、結構たくさん集めているので、よかったら皆さんに見ていただきたいなというところでございます。はい、ということで、今回はこちら、デラックスライドウォッチセット1ということで、クーガ、アギト、龍騎の最強フォームのご紹介でした。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。